この時期なんで、特に満員電車に乗るときとかね、それから公共の場所に行くときっていうのは、まあ、少なくなったと思いますけども、やっぱ外出するときはマスクをしましょう。マスクをしたら周りの人も安心ですからね。うん、これはしょうがないです。今は花粉症っていうものだけではなくて、いろんな事情でデリケートになってますから、お互いね。だからマスクをするということがいいと思います。で、今回はですね、マスクをしなかったことによって、もう電車が止まる事件が起きたっていう話です。どこだったか電車名は分からないんですけども、まあなんか席座ってますよね。でほとんどの人がマスクしてたんですよ。でその方が言うには隣の人はマスクしてなかったらしいんですよ。でマスクしてないのにとかやってて、もうなんだこいつはと思って怒り狂ってですね、電車を止める赤いボタンがあるじゃないですか、あれを押したらしいんですよ。でも何やってんだとね、怒ったかどうか知らないですけども、気持ちの中で怒ってたでしょうね。お前俺の隣でごほごほやりやがって、マスクぐらいしてこいよみたいな気持ちがあったのかもしれません。まあ電車を止めちゃダメですけどね。でもなんかね、菅官房長官がマスクが1億枚とかなんか来週には出るよとか言って、来週になったけど出てないじゃないですか。3月から6億枚、これは信じましょう、期待しましょう。でもですね、昨日だったか一昨日だったか、なんかマスクを中国に送ってたでしょ。日本国内でなくなってるのに中国に送ってどうするんですかみたいな気持ちの方はいると思います。そうなんですよ。やっぱりね、全部送らなくてもちょっと半分半分とかね、なんかないんですかね。しかもマスク送ってるところ、ほからしげにテレビで放送とかするからね、怒られるんですよ。だからこっそり送ってください、そういうのは。どうなってるんですかね。なんかね、聞くところによると、中国にマスクをプレゼントっていうかね、援助すると中国の人がマスクに値段をつけて日本に売りつけてくるそうなんですけど、本当ですか。本当なんですかね。まあでもね、マスク騒動ですよ、ちょっとした。だから私はマスクはハンカチで作ることをお勧めします。ハンカチで作った方がしっかりとしたマスクだし、自分の思い思いにできますしね。だからなんかね、買うのが習慣になっちゃったらね、こうなりますよね。やっぱりマスクって買うもんじゃなくて、自宅で作るもんじゃないかなと思いますし、やっぱ買うにしてもね、何回も使える布のマスクを買うべきなんじゃないかなと私は思いますけどもね。なんかあるんですかね。なんかこの、10円ぐらいのマスクじゃないとダメみたいな、ね、5枚セット100円のマスクじゃないとダメみたいなのあるんですかね。で頼りなくて私はああいうのは嫌ですけどもね、どっちかって言ったらしっかりした布のマスクでなんかね、風邪予防したいと思いますけどもね。皆さんいかがお考えでしょうか。それではマスクのトラブルパート2お送りしました。失礼します。